すごいです。1年目、神戸関西の声援っていうのは改めてどうですか？いや、もうこうやって今直接太田元という声をかけていただいて、はい、本当に応援してもらったなと実感しますし、すごい感謝の気持ちになります。はい。本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、石井投手、はい、すごいですよね。すごいですね。人が多すぎて、こっちは心配になります。心配になります。もうなんか大丈夫かなと思って。はい。もうすごい声かけてもらってますか。そうですね。でもタオルまだまだ足りないんで、来年頑張って、まあ、増やしてもらえるように頑張ります。はい。楽しみにしてます。ありがとうございました。石井投手でした。5キロぐらいが歩いてるんですよね、まあ、歩く速度と同じぐらいそんなに。そうですね、これだけの声援がね、選手にずっとシーズン中向けられてたわけですから、歩くの歩くってしんどい。いやー、でもやっぱり関優勝っていいね、こう見ると ね、これがしたいみたいなところもあるんですよね。ビールかけて優勝パレードはね、もうこれがないとできませんもんね。本当に喜びあるな、今。ファンの人の喜びの顔が直接ね、ま、もう伝わってくるんですよ。やっぱ球場ってちょっと離れたりするんですけど。で、ビールかけはいないしね。そうなんですよ。もう本当、そないっていうぐらい大きい声出してくれるんですよ。ね、甲子園以上に圧倒されてるんじゃない？20万人詰めかけてるんじゃないか、ね、っているんじゃない、出てましたけどね、もっともしれないですね、確かに。さて、この優勝パレードなんですが、サブチャンネルでは引き続き優勝パレード中継をお送りします。チャンネルの切り替えなんですが、画面右側に表示されています案内に従いまして、テレビリモコンで操作してください。いよいよこれで海の方に向かっていくわけですね。あ、すごい、すごい。この辺りの方は今か今かと随分待ったでしょうかね、選手の登場を、ね、ちょっとこう遠くから赤いバスが見えたら興奮するやろ、ね、そうでしょうね。ね、ちょっとスタート地点のところ様子伺ってる感じありましたけど、なんか熱気が伝わってきますよね。声にならない声ですね。スタート地点の人は、そのまま次はオリックスを待ってるのかな。あー、いいんじゃないですか。何時間ぐらい開くの？2時間ぐらい開くの？オリックスの午後のパレードは、今日は2時間。2時からでしたっけ、午後は。その間、どっかで時間潰すか、ね、休憩するとか、まあ、そうですね、離れたら場所取りがね、必要ですからね、うん、わー、すごいわ、やっぱり、うん、すごい。でも後ろ歩くスペースなんか一人分ぐらいしかないですね。後ろ無理やりちょっと開けてるって感じですよね。ああ、そうですね、通り道がないとね、うん、東遊園地を出まして、神戸の街を北上、そして西に進んで、今さらに南へ進路を変えています。ちょうどこの神戸港のあたりに向かってバスは進んでいまして、ゴール地点がこの先にあるメリケンパーク。まあ、ゴール地点も人すごいでしょうからね。いやーね、さっきの赤ちゃん大丈夫かな。
で、寝てるかもしれない。ね、いやもう騒がしくて寝てらんないでしょ、もう。もう内輪だ。今日は午前はこの阪神タイガースが神戸を練り歩き、そしてタイガースはこの後大阪に移動します。なお ABC ではもちろん午後からの中継も生中継で、このオリックスそして阪神のパレードの模様を皆さんにお届けします。それでは引き続きサブチャンネルで優勝パレードをお楽しみください。見事日本一に輝いたタイガースの面々が神戸の街を練り歩いています。